ップする番組です。それでは早速自己紹介に行きたいと思います。むーちゃん、はい、皆さんご一緒に手拍子をお願いします。愛してる、愛してる、変わらない、変わらない、みんなと一緒に、みなと、でもでも本当はむーちゃん、はい、講師のお色気担当むーちゃんこと愛川みなとです。よろしくお願いします。ありがとうございます。次はアリニャン。はい、自由で気ままなアリニャン。ニャン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 、うアリニャン。はい、ポッシュの妹アリニャンこと町田アリサです。よろしくお願いします。はい、続いてマユン。はい、鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番色白なのはマユン。騙されやすナンバーワンマユンこと和樹マユです。よろしくお願いします。次はタカコ。はい、皆様こんばんは、野上タカコと申します。真面目か。ポッシュのトンチンカン、野上タカコです。よろしくお願いします。はい、ではそれでは早速コーナー1に行きたいと思います。密着東京キャンドル、イエーイ。はい、このコーナーは私たち3月から始まったフランスパリでのメインステージをかけたジャパンフェスのメインステージをかけた大会に出場していました。予選、準々決勝、準決勝、決勝と4日間の密着をした VTR です。それでは VTR どうぞ。今日は3月11日、はい、何の日かっていうと、はい、フランス・パリで行われるトーナメントジャパンフェス、ジャパンフェスメインステージをかけたトーナメントバトル式イベント予選日です。はい、さっきねくじ引きをしてきました。はい、してきまして、なんとポッシュ取り上がりました。イエーイ、世界の町田が引いてくれました。イエーイ、そんな町田さんです。じゃん。あ、じゃあやっぱ撮る時の心境とかは、え、でもじゃんけんで勝とうとはしなかった。だからね、じゃんけんは4番だったもんね。じゃんけんね、あえてグーずっと出してたの。あー、なるほど。あれみたいな、ありちゃうみたいな。逆にあれだよね、今、はい、メイク中です。メイク終わったんじゃないんですか。ヘアメイク中です。あー、なるほどね、理解理解。いや、緊張っていうかプレッシャーっていうか、緊張っていうかプレッシャーっていうかというらしいので、今日は楽しみたいと思います。予選一抜け目指すぜ、イエーイ。これ撮ってんの？何してるんですか？リハビリです。あ、足怪我したもんね、そういえば。足のリハビリはもう知らないです。顔が腫れてると思ったよ。笑ってテーブルしちゃった。町田さんは何をしてますか？あー、練習してますね。練習してますね。ゆらゆらまいほりる。超ふざけてる、やばい。光浴びてるの。そんな抱き寄せ、抱きそうだよ。可愛いで、最後のいいとこ。今は本番の1時間前ですね。こんな状況です。本番の1時間前です。緊張はしていません。じゃあ本番への意気込みを楽しみます。どうぞ。なんで君が似てるの？はい、どうぞ。意気込みは、いつも通り楽しみたいと思います。はい、はい、やっほー。もうすぐ本番です。あと15分後。うん、細かく決めます。何着たらいいの？55分後。どうすればいいですか？今の意気込みは、いや、実はこんなテンションでいるんですが、とっても緊張してます。いや、緊張するとね、あのね、逆になんかもうね、ただこそうだよね、壊れてくるから。緊張すると壊れてくるよね。緊張すると壊れてくると思って、お姉さん緊張してる。何寸ごれない、何ですの。ちょっと待って、お姉さん、もうテンションが変です。イエーイ、ぽっちゃん。いや、密
ちょポッシャポッシャポッシャみたいに笑えてポッシャなんだっけ呼吸呼吸じゃない天候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 出席取ります。あゆれり番号1345あゆイエーイどうだ。一人いたね。5って言ったら誰今？五、四五。言ってないよね。言ってないよね。出席取ります。あゆれり番号13。四って言ってないよ。何？え、ちゃんと間違ってる。違う。出席取ります。あゆれり番号1345。いい感じ、バレてない。バレてない、もし5人いると思われてるよ、イエーイ。本番のですね、ただいま何時間前ですか？うちら55分前です。この2人はリラックスしすぎ、こっちは緊張しすぎ。緊張してる。いや、さすが、さすがですね。さすが、ちょっと変なテンションです。イエーイ。はい、ポッシュさん、出番の30分前30分前心境楽しみ。はい、心境。心境は緊張です。はい、心境。緊張です。本当かよ。緊張です。緊張、楽しみです。ずっと緊張してる。うわー、出たよ。いや、緊張してもいいことないから。ちょっと楽しみじゃない？楽しみではある。めっちゃ楽しみだよ。楽しみではある。ただ緊張も伴ってる。緊張やめよ。緊張してもいいことないよ。緊張と友達っていうのかと思った。緊張と友達。緊張と友達っていうのかと思ったの。緊張と友達。緊張と友達。いや、友達が緊張って感じ。この季節でちょっと全然。今インタビューを受けてきました。私たちはルーブル美術館に行きたいという夢があります。まあ町田さんだけです。え、私も行きたいんだけど。あ、でも今ルーブル日本に来てるから。日本に来てるよね。そう、じゃあ美術館、無理だったら、無理だったら日本に行こう。行くけど私日本に行く。日本 の, 日本の出展してるの今。ポッシュのステージドリンクです。毎回ポッシュはステージドリンクを用意します。それもうさ、主催の時に説明したからいいよ。はい、じゃあ皆さん頑張りましょう。本番まで映ってないから。私撮るよ、やっぱり。20分ぐらいですね。いよいよですね。チークタクチークタク。あ、ダメだ。あかん。あと20分ぐらいですね。頑張ります。楽しみます。あ、まゆんの意気込みを。私の意気込みも近い近い近い。もう全力で会場にいる皆さんをもう最高に楽しませようと思います。最高に楽しませようと。素敵な時間をプレゼントしてあげる。やばい、これもう使わなくていいっすよ。失笑、メンバー失笑。顔かね。そろそろ下に下がりたいと思います。頑張るぞ。頑張ります。頑張って頑張ろう。頑張って。何君も出るんだよ。頑張って。行ってきます。行ってきます。バイバイ。終わりました。終わりました。イエーイ。終わりました。ごちそうです。ありがとうございます。いや、本当にめっちゃ楽しかったね。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってくださってめっちゃ楽しかったです。楽しかった。本当にありがとうございます。この後ね、投票と結果発表ということで、1位通過目指して頑張りたいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。準々決勝も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いくつだねー。お疲れ様です。今出番が終わってこの時間ね、めっちゃ暑い。今日でしたか。ときめきハニーがあると、ハテナがあると、ゆらめき三日月があると、ご主人がある。声どうした？声はもう使い切りました。はい、もうめっちゃ楽しかったです。はい、お客さん多くった。多くった？多かった。多かったね。多かった。赤ちゃん、赤ちゃん。これはね、はい、あとこれから結果があるんですけど、はい、もうやることはね、すべてやったから。準決勝いけてよかった。まだいけてない。まだね、これからですから。あ、ごめん、ごめん。ちょっと私取るわ。もう一度通過できてよかった。いや、まだね、まだ結果待ちなんですけど、はい、いけることを信じて。本当になんかもうたくさんの人が手を挙げてくれることを祈ります。最後ハピネスがすごい最高のハピネスでした。本当にハピネスだった。ハピネスだったね。初めてのハピネス。何今ハピネス。はい、そちら結果発表を待ってください。はい、皆さん本当にありがとうございました。ナイス。
勝です。はい。ついにこの日がね。イエイ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 。アスパヤです。あと何分後？あと20分後ぐらいに出番です。意気込みを、ちょっと雨ですが、みんなで勝つをむーちゃんの勝つを奪い取って分け合ったので勝つで勝つ。はい。ちゃんと準備をするけど。みんな全力で精一杯ベストを尽くして頑張ります。一緒に進みたい。はい、はい、あとはもう皆さんを信じて私たちはやるだけです。最高のパフォーマンスにしたいと思います。頑張ります、はい、頑張ります。決勝まで行けて嬉しいです。イエイ。あれいやでも本当は勝ち上がりたいと思います。なんとしても、はい、頑張ります。1位通過目指しますよ。頑張ります。本当に駆けつけてくださってありがとうございました。ありがとう皆さん。雨なのに雨の中雨そうごめんねみんな肩持ってきてくれて頑張ります。頑張ります。お仕事終わりにしてくれてありがとう。頑張ります。頑張る。行ってきます。行ってきます。はい。見てください、この汗。この汗。まあ、わかる。これちょっと今鼻の下ダイヤモンドだよ。ダイヤモンドが。あ、すいません。すいません。汗はお疲れ様です。汗はアイドルのダイヤモンド。ダイヤモンド。ダイヤモンドすごいよ、あれ。顔中ダイヤモンドです。やりきりましたね。違う、笑顔さんやね。本当にやりきりました。本当に楽しかった。本当に。あのね、たくさんの方がすごい本当に楽しそうに盛り上がってくれて本当に嬉しかったですね。私も急泣きそうになっちゃった。私も軽く泣きそうになってなんかもうもうね、極まっちゃった、うん、です、ね、ポシェットとか明るい曲なのにさ、泣きそうになっちゃったよ、ね、本当お客さんが温かかったね。本当に温かかった。もう本当に忙しい中駆けつけてくださって本当にありがとうございます。もうあとは結果待ちのみということで、あと1時間ちょっと後ですかですね。そうですね。決勝への切符を手にできるのか果たして、コッシーは V がここで終わるかもしれないですね。電池の問題。いや電池の問題じゃなくて、だって決勝行けなかったらさ、もう前日までしか取れないってことで、これそしたらちょっとじゃあ決勝あのダメだったよと受かったよと決めるくない。最初に今取っちゃう。あ緊張したね。楽しかったです。本当に楽しかったです。嬉しかったです。ステージに上がったらもう、はい、もう忘れましたね。すいませんすいません。ちょっとそんな感じで結果待ちです。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日は東京キャンドール決勝ですって言いながらもう出番は終わりました。楽しかったね。楽しかったです。もうやりきった感がねすごい。本当に悔いなく全力でできたので良かったです。はい、結果を待ちなんでね、ちょっとすぐ歯磨いてる人いますけどこの後結果発表です。発表です。どうなるか分かんないけどプラスに行きます。やりきった。やりきった。おこっこ切りました、うん、また結果はどうなるか楽しみにしてください。じゃあねイエイ。コンタクト取っちゃった。あら見えますか。これは何本。1本。あ見えてる。タカコっていうのは分かるけど、うん、知らない人だったら分かんない、知らない人。私映ってる。映ってるよ、うん、これだ。腕が限界。これ以上伸びない。ありがとう。どうでした。あもう飲めた。飲めた。もうこっか。あと他の人来ることある。じゃああとは結果のみです。皆さんここまで、お付き合い見ていただきありがとうございます。結果はどうであれ放送すると思いますので、してると思うのでぜひ、ね、私たちの挑戦をミルク追ってみた。うーはらっと嬉しいね。でもまだ100円の作った方がよくある。そうだね。嬉しい。グラス受けて嬉しいね。いやいやありがとう。自信なんてなんてないない。自分がなんか嫌いない。分かってるから変わりたいの本当は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。はい、たくさん来ております。ルーブルの犯人は町田しかバレちゃいました。アリニャはねずっと行きたいって言ってたもんね。ずっと行きたいって言ってた、うん、
あとキャンドールお疲れ様です。ありがとうございます。雨に打たれてきてあって、あの汗だくの感じを見てたろうね、多分。もうそれくらいの ね汗だったね。結構毎回汗だくでしたもん ね、うん、そうね。あとやっぱりね、まゆゆの名物歯磨き。お、あ、ありがとうございます。頭振るやつ、ね。そう。取り忘れてたんだよね、余裕がなくて決勝は。で、なんか終わった後に、やべ、取ってないみたいになって、いきなり回して始めたっていう。そう、いっぱいいっぱいだったね。そうですね。はい、この大会を通して本当に自分たちに足りないものとか、これから伸ばしていったらいいこととか、すごい本当に分かったいいきっかけになりました。予選から決勝まで、本当にファンの皆さんの温かい応援のおかげで勝ち上がることができました。これからもポッシュをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。それでは、コーナー2に行きたいと思います。こだわり5！ イェーイ！イェーイ！はい、このコーナーはですね、先月から始まりました。メンバー先々月だっけ、はい、先々月3人目ですね。はい、メンバー1人のこだわりに共感できるかできないかを判断するコーナーです。はい、今日のターゲットはまゆゆんです。はい、じゃあまゆゆんのこだわりを聞いてみましょう。こだわり1、はい、寝るときは必ず音楽を聴く。これお客さんもなんか手振りかなんかでやってもらえれば、共感するんだったらおーみたいな、しないんだったらあーみたいな、あーみたいな感じで お願いします。お願いします。せーの。あ、あ、もう罰がほとんど。でもチラチラ、ハーフが一人おります。ちょっとチラチラっと丸の方も、これはなんで？え、これはもうでも結構常に聞いてるかもしれないです。移動の時はでもみんな聞く。移動はね、うん、とか寝る時でも絶対つけます。最初の音なんだけど聞いて寝てる。子守歌だね。聞いたまんま寝るってことでしょ、うん、聞いたまんま寝る。じゃあ朝までか、朝起きても。でもさ、なんかアルバムとかだったらさ2時間とかで終わるじゃん。わかるわかるわかる。だから途中でなくなってる。プレイリスト作ったりとかでしょ。そう私もスリーピングっていうプレイリストあるもん。いや、マロがさ休まんないって。そうって言うけどね、うん、せっかくだって眠くなってきててもさ、なんか音楽かかってるとさ、でも眠りすまかげちゃう。でもなんかちょっとテンション上がる曲とか並んじゃうと目覚めちゃう。いや、もう全然目覚えちゃうよ。目覚めちゃう。ちょっとヘドバンしそうになっちゃう。あーってなる。コメントもね、聞くっていう人もいますよ。学生の頃はやってた。三日月聞きながら寝てますっていうね、嬉しい方も。うちらの三日月で大丈夫だよ。違う。そう、あやかさんかな。この方かな。そういうことか。でした。ポッシュのね、三日月ね。三日月イコールポッシュダメだね。違うね。揺らめきだということを願って。いや、これは共感できない方が多いです。できない方が。やっぱあれですね。男性の方は、なかなか。いや、おばつの方が多いね。ちゃんと寝よう。寝るときは寝てるんだよね。本当に、うん、なんか本当に疲れたときは聞かないの私。あ、もうダメっていうときペイって感じがパッて寝るんだけど。それが夢に出てくることってないの？この、あ、聞いてた情景とか、な、考えてたこととかは出てくるけど、うん、そうなんだ。レム睡眠になりそうじゃない？浅い方の眠りがレム？いや、でも安定してますよ。本当に、うん、そうなんだ。おかげさまで。聞く人には聞くんだね、じゃあ。ああ、人によりけりみたいな感じなのかな。じゃあちょっと続いて聞いてみたいと思います。はい、はい、こだわりに、また寝るときなんですけど、寝るときは必ずカーテンは半分開ける。窓の、ま、窓の以外のカーテン。窓以外に。じゃあごめん、天蓋とかないんだうち。どこのカーテン。窓のね窓の、はい、はい、じゃあせーの。でも共感してくださる方もいますね。お、共感、罰共感。ポッシュはまあ、まあ共感って感じ、うん、これは理由があるからやってるんだよね。あの朝とかになってくると太陽が上がって明るくなるじゃないですか、うんうん、あの日差し浴びた方が脳が起きるっていう。あ、一緒の理由。パッと目が覚められるから。ね、一緒の理由で共感。ありにゃんも、うん、おたかちゃん、雨の日風潮じゃないこれ。わかる。雨の日、うん、曇ってるもんね。そう、全然ちゃんと起きれない私。開けない。うん、だって開けたらさ、開けなくてもなんかさ、電気消しても
カーテン閉めてもちょっとなんか明かりって入ってくるじゃん。東京明るくない？そうなの。東京、私栃木、まあ、じゃないわ。栃木はレースのカーテンだけだったけど、東京はちょっと明るいなって思う。本当にそんな違う？街灯とかがついてる。めっちゃ明るいよね。ごめん、でも私東京じゃないんだけど。東京じゃないんだ。東京代表みたいな意見言っちゃったね。東京埼玉です。埼玉ですね。あとカーテンにはさ、大南球ってあってさ、あの高ければ高いほど、あれなんだっけ、外が通さない遮光。そうそうそう。で、私すごい通さないやつに最初してたんだけど、そ、もう昼なのか夜なのか分かんないぐらいすごい強いのにしちゃったから、私変えたの、その緩いやつに。それにしてからは全部閉まってても光が入ってくるようになった。なんか雨戸閉めて寝た時にもう何時か分かんなくなって、なんか起きたらもう予言終わってる時間みたいな。あれってなって、あれおかしくないみたいな。遅刻したの？じゃあそれは休みました。あー、はい、そういう人はちょっと開けといた方がいいかも ねあるね。はい、じゃあ3つ目いきたいと思います。こだわりさん、ドライヤーはできるだけ離す。はい、何言って、何で笑うの？はい、おめちゃんやって。これすごい言いたい。はい、せーの。あ、もう丸の人ほぼほぼ、あ、まあ、一応いるじゃん、一応いる。ちょっと待って、でも聞いて、まゆのできる限りってすごいから、もうこんなんだから。え、ちょっと待って、これ私本当になんかむーちゃんにすっごい笑われたんですよ。ドライヤー乾かしてて、でも自分はもう当たり前でやってるから、こうやってやった瞬間になんか何やってんの、待って高くないとか言って言われて、肘も曲げないんだよ。え、今共感するって言った人はそういうレベル？全然違うでしょ。違うよね、ちょっと甘いな。もう誰一人だから。これ理由があるの。ちゃんとなんか美容室に行った時に、うん、ドライヤー、私髪の毛すごいこだわってるんですよ。そうだね、オイルもシャンプーもドライヤーもコテも全部アイロンもこだわってんの、うん、で美容室の人が髪の毛は本当に近づけるともう傷んじゃうって、うん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 、笑うな。傷んじゃうって言ったから、だからもうできるだけ話した方がいいよっていうところできるだけ話しちゃって。え、その写真ブログかなんか載せてよ。見たい。こう、そんな面白いの？すごいよ。すごい遠くやってさ、こうやってやんなきゃいけないんでしょ。え、だったらさ、セルカ帽みたいのなんかつければ。もっと重く感じるよ。それは重い。え、ほんとに？それは重い。いや、手絶対毎日やってた。え、もう本当に髪の毛のことを思うんだったらおすすめします。いや、話すのは分かるよ、そんな近づけないでやるけど、うん、こんなにはやらないって。違う、絶対本当にもう距離大事だもん。できるだけ美容室行った時だってすごい話してるでしょ。え、すごい、逆にさ、めっちゃ近い人いない？こう、いるよ。ダメ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 、甘かみたいな。じゃあ今日一回みんなやってみようか。今日一回やってみよう。お風呂入った後これね、全員その写メあげようよ。分かった分かった、やるやる。、はい、ブログでね、アップしよう。アップします。はい、じゃあ4つ目いきたいと思います。はい、洗顔後冷水に顔を浸す。いきます。せーの。あ、もう誰一人、あ、でも丸の人、ほらほらほら、やっぱ美容に気を使ってる人はね、浸すってことはもうバシャバシャかけるとかじゃなくて、かけるとかじゃなくて、もうおけに冷水、もう水を張ってこう、うん、できるだけつける。息止めてるって。何分ぐらい？エラ呼吸できないもん。エラ呼吸できないの？何分くらい？いや、何分もいかない、何分もいかない。あ、なんだ、ちょっとだけなんだね。そんな分単位でできてたら結構尊敬するよ。ね、やばいね、死んじゃうかも。え、これは理由は？これでもなんか、うん、これは中学の時の先生が肌荒れとかの話をしてた時に、うん、洗顔ってやっぱ残るんだって、お湯でいくら流しても、うん、だから必ずお湯、私お湯先にやるの、お湯でつけてから、うん、お湯って毛穴広がるじゃん、うんうんうん、で余計な汚れが落ちた後に冷水で、何が面白いのかな。想像したらさ、すっぽんぽんなわけでしょ。お風呂だからね。絵がすごい面白いなと思って。冷水でこう顔つけると肌のキメも細かくなるし、ちゃんと汚れが落ちて引き締まるの、だから肌荒れがしなくなるんだって。へ、おすすめだよ。でも、私でも、うん、冷水終わった後浴びるかも。浴びるのはね、体中、足と顔はパシャッ。でもなんか血行良くなるっていうよね。そうそうそう、冷水をね、冷水をパシャパシャ、あったかい湯船とか入ってる。え、お風呂入った意味、捨てる水を足にかける。ああ、せっかく温まったのに。ちょっとやってみて、みんな。顔は本当に、まあでもさ、肌が綺麗でマイヨンが言うとちょっと説得力あるわ。やってみようかな。でもあのコメントでもお湯冷水は正しいっていう、あ、ほら、書いてある。ね、みんなやってるよね。そうなの。うーんってちょっとあんまりうんって言ってないけどね。ぜひお楽しみください。お試しください。いや、やっ
ってみるね。はい。じゃあ5つ目ラストだ、ね、行きたいと思います。はい、ラストはバッグは開ける。うん、いつも開けてるよね。バッグ開ける。バッグ言うためにすごいなんかすっごい気まずい感じになるんだけど、バッグを開けるってどういうこと？バッグはなんかチャックとかあるじゃないですか、うん、ボタンとかはもうしない、うん、常に開けっぱなし。開けっぱなし。いや閉めてるの見たことない。確かに確かに、いかが、まあ、中身落ちるよ、すられるぞどういうことって。じゃあせーの、はい、せーの。あ、でもなんか、あ、いるね。でも共感してくれる人がいますね。いや、みんな盗まれるじゃんって同じ意見だよ。なんでなんで。案外東京安全だよ。いや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 東京育ち怖い、うん、だって、うん、なんでかっていうと、うん、閉めちゃうと、うん、定期とか出すときに、うん、開けなきゃいけないじゃん、うん、時間がないんだよ。いやでもすられた方がさ、もうすられたら元も子もないんだよ。すられたことがない。いやだからそれはこれから分かんないんだよ。でもお母さんにはもう閉めなさいって言われて、うん、大丈夫大丈夫とか言ってると、一回すられればいいんだって言われる。そう、一回ね、すられて初めて気づくかもしれないね。私なんかちょっとした間でも逆に閉めるよ。閉めてるよね。うん、やだ怖いじゃん。さすがにリュックとかは開けてあるからいいよ。まあ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 ね。取ってくださいって言ってるよ。私リュック多いからね。肩掛けでも開けてる、うん、平和ボケ怖いってきてる、うん、本当に本当に。ほらチェーン付きの定期入れ返ってきてるよ。待ってまーす。ほらちなみに中身見られても平気なんだねって、まあ、そうだからそうだよね。ライブ終わった後とかさ、うん、ファンの方とかいるじゃん、ま、いるじゃん、うん、だからあいつバッグ開けてるみたいになるのかな、やっぱり。え、どうなんですか、これは女子力の問題に低いのかな。閉めてほしいの、やっぱ見えちゃうちょっと。どっちでも、まあ、見えて汚いとなんかみたいになるの。見てはいけないものを見ちゃったみたいな、ね、でも全部ポーチで分けてるよ。あ、この前目の前でスリにあった女の子、東京危ない。今すぐ閉めた方がいいよ。東京危ない、ね、今日の帰りから閉めて。むしろ財布はさ、チェーンつけちゃえばいいじゃん、カバンに。あ、そうだよね。すられてもさ、自分もついてくるのさ、何するの。犬の散歩じゃないんだから閉めた方が早いって絶対。でもさ、こう肩掛けにすんじゃん、うん、だからここで押さえてるわけじゃん。でも後ろからさ、ね、ほらプロフェッショナルっているからね。そう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 、スリのね。いや、こっちもすられないプロだからいけると思うんだ。ないわ、プロとプロの戦い。え、何歳ぐらいからもうずっとそうなの。え、もいや、もう小学校ぐらいのバッグ持ち始めるぐらいか。さすがに幼稚園とか持ってないよ。でも小5、6ぐらいってさ、自分のバッグ買ってさ持ち歩くじゃん、うんうん、その頃からもう開けてた。いや、それむしろ幸運恵まれてるんだよ絶対。だってそんなさ、もう長い期間さ開けてたら絶対1回は盗まれる経験するはずだよ。しかも今これを見たら泥棒プロに盗まれるかもとか狙われるかもとか言って。やば、そうだね。じゃあ今日から閉めます。あれ、こだわりファイブじゃないのこれこだわらなくなっちゃうの。まあまあまあ、それは貫き通して、うん、通さない方がいいんじゃないかな、うん、危ないよ絶対、うん、忠告されました。気をつけてくださいスリには。はい、まゆん、それは危ないよと来ているので学んだね。はい、ね、はい、それではまゆには全然共感できませんでしたが以上こだわり5でした。ありがとう、共感してくれた人ありがとう。はい、ここでポッシュからのお知らせがあります。はい、タカコ、はい、私たちライブの他に撮影会にも参加させていただいております。6月の撮影会は明日13日ですね、フレッシュさんでの撮影会に私が参加させていただきます。6月27日が事務所でリアライズ撮影会、お昼がまゆん、はい、夜が私です。6月28日がフレッシュさんでの撮影会、アリニャンと私です。でフレッシュカフェさんの方にも出演させていただいて、チャットですね、これは。そうです、チャットです、そうです、ね、6月16日アリニャンと、ここから初出演ですね。18日が私、19日がムーちゃん、20日がマイユンとなっております。はい、はい、お願いしますね。パソコンあるだけでできるんです。そうね、そうそうそう、おしゃべりできるからね。はい、はい、そして6月21、あ、リアライズ祭りでわしょいしょいという事務所主催のライブが四ツ谷ライブイマジックさんの方であります。こちらたくさん予定が1ヶ月に1回決まっています。今月は6月21日日曜日のお昼10、会場が11時、開演11時半ということで、今回は緊急企画としてポッシュ予約をしてくださった方限定で抽選4名様に、
抽選4名様にあの動画化ボイスメモを、はい、1分間ポッシュがプレゼントするという企画をやります、はい、MC 中に抽選をするのでポッシュ予約をしてくださった方は受付で番号札をもらってください。詳しくはブログツイッターに書いてあるので皆さんチェックの方お願いします。はいはい。そしてむーちゃん、あ、そっか、はい、アリアンですね、はい今月のミラポからですね、私たちこの後非公開非交流タイムという別のただの物販なんですけど、非公開交流タイムという物販がありまして、そこでですね今月から特典として私たちと2ショットか携帯で、ね、5ショットを撮れる、ね、携帯で撮れるキャンペーン中です。キャンペーン終わらないですよキャンペーン終わらない、キャンペーンずっと続けますので、はい、次回は7月の10日にありますので皆さんぜひ夏ということでミラポを見てくだ来て見てください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それでは続いてですね、先月見てくれた方は分かると思うんですが、野上さんがコーナーでね、はい、罰ゲームを色とりシンデレラで罰ゲームになってしまって今回今月はその罰ゲームをやるということなので健康ドリンクを作りましたイエイこんな感じです。もう色が毒々しいですね。まあもうミラクルポッシュといったらこれでしょうみたいな、ね、センブリ茶イエーイ。でタクコはセンブリ茶が初めてということなので、そうそう、まず特製ジュースを飲んでから次センブリ茶を飲んでもらいたいなと思います。おこの特製ジュースっていうのは、たかこちゃんじゃリアクション期待できない。ちょっと待って、見せてやれおたかさん、見せてやれポッシュの。えこれはさ、センブリ茶と野菜ジュース、そう特製ジュース、いやでも美味しいんだよ。たかこ野菜ジュースだから、ポッシュのバラエティ力を見せてやれ。そう混ぜてはるやで。でも美味しいかもしれないんだからね、匂いは匂い、美味しいみたいになっちゃうかもよ。そうで野菜ジュース好きやから、ね、匂いどうですか。匂いはいいでしょ。でもあのねちょっとね畳の匂いみたいな匂いがするの。でもそんな感じなの、草なの草。じゃあ行きますよ、うん、野菜ジュース混ざってるんだよね、うん、うん、ブーってやんないで、ね、うん、何これ苦い待って苦い、うん、苦い、苦い、本当に苦い、もう違う、もう違う、もうなんかね違うの、もうこれもうバラエティでやらない方がいい。だってこれ野菜ジュース入っててこれでしょ、うん、センブリ茶無理、飲めない私、無理無理。ちょっと野菜ジュースの味するしないよ全然。多分センブリ茶飲みたいの、飲んだことないでしょ。ないないない、ただセンブリ茶。ちょっと飲んでみて。待ってこれ野菜ジュース混ざっててこれだよ、わかんない、飲んでないからもうやだ。胃腸とかにいいので皆さんもぜひ、気になる方は。健康的なの、意外といける。嘘でしょ、ほらあんまりこっちのが苦くないよ。違う、それ多分麻痺したんだよ。待って待って待って、嘘、本当に、いや鳥肌立ってくる、見ただけで。あーでも苦い苦い、絶対こっちのが苦いよ。やだ、でも、うん、正直こっちのが苦い感じる。あ嘘、こっちの方が破壊力あるんだ。あーでもまずい。なんで野菜ジュースでまろやかになってるんだ。匂いがすごいね、まずい、まずい。なんか一回抽出したやつに野菜ジュース混ぜたらあーダメだの、マイルドになっちゃって全然いけるみたいになっちゃったから、じゃあもっとジョーってやってもう一個足したのが野菜ジュースなの。だから多分ね 2,3 倍ぐらいになってる。あ、じゃあそっちのが苦いんだ、うん、え、どうですか初センブリ茶。もう二度と飲みたくない、もう無理です初めてってちょっと意外、意外だね、うん、あれむーちゃんも行ってみようって来てるけど、ね、あ、むーちゃん多分間違えちゃったんだろう。ほらどっちがいい選択肢を、あ、優しい選択できる。でもおたかさん的にはさ、こっちのがあれだったんでしょ、うん、苦くなかったんでしょ、うん、でも苦いよ、もうこっちも同じだよ。こっちのもあとしたら、うん、もう無理だよ。いただきますあ、たかこ水あるよ。あー、待って、欲しい、ありがとう苦い。え、どう、久しぶりの味。え、なんかさ、喉元さ、過ぎればでもさ、忘れてたの。え、ここまで何言ってんの何言ってんの、待って、ここまでさ苦かったっけ。苦い、あ、やばい、これ本当に
じゃあ締めます。あ、やばい、ちょっと待って。いやもうこれダメだよね。これね、テンション下がる苦さだね。以上、罰ゲームのコーナーでした。はい、続いてのコーナーは心の美女バトル恋愛ゲーム。はい、このコーナーはですね、ABCD という私たちの答え、なんて言えばいいの、私たちの名前なしで答えが出るので、みんながそのシチュエーションにあってこの答えがいいなと思う方を ABCD 教えてくれればなと思います。一問やってみたら多分わかると思います、はい、じゃあまず設定が高校生です。私たちが高校生で、彼氏の初めての誕生日に2000円でできる祝い方、それぞれその2000円でできる祝い方を書きました。答えを書いたので、誰がどれって分かんないので、 ABCD でどれがいいかっていうのを、いきますよ。はい、フリップ、はい、どどん。 A、 お家で風船と輪っかを作って手料理とお手紙。 B、 思い出の手作りアルバムプレゼント。 C、 現金手渡し。 D、 手作りケーキです。みんなどれがいいですか。2000円でできる彼氏の初めての誕生日に、 C がいるよ。あ、 D もいる。なんかこう手でこうやってくれると、 D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  しかないなって言われてる。 D ってなんだっけ。みんなリアクション薄っ。手作りケーキ、不審にしてみる。じゃあ A がいいと思った方は、おー、うん、B はいいの、ゼロ。 C、 あ、一人。おー、 D、 あ、おー、 D が圧倒的人気ですね。 A もいる。 E ないね。あれ、 E E ないね。 D 手作りは勘弁っていう方もいらっしゃいますが、D、それではじゃあ D かな、一番。そうね、 D を、 D はタカコです。やったー、いい女、いい女。 A 無理だわ。 B 重い。 C 普通に嬉しい。 D 嬉しい。顔文字で、ちなみになんですけど A はムーちゃんです。はい、料理ムーちゃんね。で、 B の重いのがまゆゆ。重いです。でも高校生っていう設定だから、高校生ってこういうことやりがちでしょ。そうそうそう、恋に恋しちゃってる感じだよ。そうそう、みんなもう高校生忘れちゃったでしょで、 C が現金って、私、これ私です。あ、ちょっと支持率が。で、 D の手作りケーキが高子ですね。これ高子がね、1番だね。じゃあ次、なんとなくみんな分かりましたか。町田で納得ってきてるよ。おいおい、これは今買ったのは、これ今高子です。赤ちゃん、はい、次、友達だと思っていた人に告白された時の断り方、ます。 A、 ごめんね、友達としては好きだけど恋愛対象じゃないんだ、ありがとう。 B、 私はみんなのアイドルだから誰か一人は選べないのC、 気持ちは嬉しいけど友達以上は考えられないです、ごめんなさい。 D、 ごめん。コメントでさ、うん、でもタカコちゃんの手作りケーキってなったら減りそうだって。ひどい。タカさん全部なんない。なんかちょっと納得しちゃった。茶色くなっちゃうんだっけ、ね、そんなことないよ、頑張って作るよ。この問題に関してはどうですかね。待って、なんかさ、 B だけ趣旨違くねってきてるよ。まあ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 、B は待ち出しかな。どう断るかだよね。そうだね。 A がいいと思う人は、1名。 B、 1、 C、 あ、 D、 ね、あ、バラついてる。これどうしよう。 CD D かな。お客さんどうですかね。コメントは B、 殴りたいってきてますね。 C、 B、 B、 D は待ち出しってきてるよ。 C かな。 B、 殴りたい。 A、 C、 あ、 C、 B、 D、 A、どうしよう、ばらけちゃった。誰がスタジオが1、2、3、4。じゃあもうこうなったら社長に決めてもらおう。社長と告白して、どの断られ方だったら一番いいですか。見える、おじいちゃん見える。
D じゃあ D が一番ちなみに D はタカコです。やったタカコ強いタカコ美女だ美女やったちなみに A が私で B がなんとムーちゃんでもこうやって断られたらさなんかさわかる傷つかないんじゃない殴りたいって言われてるもう一回罰ゲームだってきてるよ。 C はまゆゆんですね、はい、これさえむーちゃんは何どうした。いやこうやってやっとけば傷つかないよ絶対誰も。わかる。でも恨まれるよね告白して最悪だったなってこうねこの人に多分やったら殴られるだろうね。うんみんな B だけ趣旨違くねってきてるぐらいだから、ね、高子はどうしてごめん。いやもうシンプルになんかもうごちゃごちゃ言わないでやっぱごめんってストレートに言うのがいいのかなと思って。みんな理由知りたくないんだね振られる理由。うーんもうなんか知りたくないんだね。 OK じゃないならもういいよみたいな別に。え、まゆんは C。 え、もうそのまんまだよね。友達以上には考えられないのでごめんなさいって素直に言います。面白い。みんな結構分かれますね、結構でも似てるねここはね。そうだね。私ありがとうすごい大事だと思う。あそうだ、ね、私告白してありがとう言われないと嫌な男に告白したなって思う。もうすごいすごいすごい。そんなに持論きましたよ。そうです。ありがとう大事だよ。だってありがとうは大事だ。気持ちは嬉しいじゃん、うんうん、だって自分から告白してるのにさ、うん、なんでありがとう言わねえんだよみたいな。 でも ありがとう言わないんだったら付き合わなくてよかったなって思う。へえ。そう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 私そうなんですよ。わかりますねこれ。タカコすごいじゃん。やったー2連勝です。心の美女だね心の美女。じゃあ次の問題いきたいと思います、はい、仕事を辞めようと思っていると彼氏が相談してきました。そんな彼氏にかける言葉はいドン。 A その分私が稼ぐから辞めてもいいよ。 B やる気出ない時は誰にだってあるし私にもある。そのままでいいんじゃないかな。しばらくするとあれと思える日が来ると思う。 C えやめえニートとは付き合えないよ。 D あとちょっとだけ頑張ってみよう。それでも嫌だったら好きにしていいよ。どんな選択をしても私は味方だよ。です。どうですかみんな。 A という答えが出てますが皆さんみんなでも真面目に働いてるからねちょっとあんま分かんない。 A D B B じゃあ A だと思う方は挙手を。1お1 2、はい、あとコメントに一つ A が来てます。でコメントは拾ったよ。 B A, A スタジオ何人。A は2人、はい、B B がスタジオ1人のコメントが1。 C あいない C いない。超限定 D おお D 支持率コメント入れて4。うん D だね。あでも B がまた、あ B がまた来た。でも D だね。それでも D ですか。うん発表はタカコ。イエーイどうしよう嬉しい。待って最後さ A だと意外にやる気出るなって A も足されたら A と D になった。あ同票。じゃあ A はちなみにムーちゃんです。はい。私はね絶対これを言う。惜しいねすごい。私ムーちゃんと付き合いたいぐらい。もうハンサムすぎるよね女の子。あ B もなった。同票だわ。お。B は誰。C 以外同票だわ。あ、まゆ以外どうよ。え、やめ、え、何言ってんのみたいな。え、これどういう心境。なるでしょみんな。まあでも、まあ、付き合ってるっていう設定でしょ彼氏だったら。まあこれからね生活していかなきゃいけないわけだもんね。そうそうそうどうするのっていうね感じってことだよね。結婚はないもんねやめた時点でね。それこれじゃんよ C じゃんよ。結婚はないと思うやめた時点で。え、みんなそうでしょ。全然私でもこれからまたさ新しい仕事探してさそんな30とかで見つかんないんじゃないの。なんでそのさ設定なの彼氏わかんないけど。いや転職って早めにしようねみんなするならもう遅いって言ってる人がいる。主婦あー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 そっちに行くのか。あでもそれいいですね。いい、うんね、はい。むーちゃんかっこいい ね。私むーちゃんすごいいいと思います。絶対何があってもこうやって言う。ダメ男だったらあじよろしくってなる。いいのみたいな。
ラッキーみたいな。じゃあ次、はい、はい、デートの約束をしていたけれど急に仕事が入ってしまったとき、彼氏に罪悪感を感じさせず送り出す言葉。いきます。はい、どん。 A、 楽しみは取っておくのもあり、仕事はしょうがないよ、頑張ってきて。 B、 仕事と私どっちが大事なの。 C、 じゃあ今日は自分磨きの日にするね。 D、 いってらっしゃい、たくさん稼いでね、その分おいしいごちそう待ってるね。ですね。はい、はい、ほうほう。休日ね、せっかくデート場所まで行った B うぜーって来て B なん何あせっかくデート場所まで行ったのに電話かかってきちゃった、行かなきゃいけないっていう時ですね。皆さん顔死んでますけどね、皆さん想像してみてくださいね。 D かな、 D かな。お、 D が DDA A、 D、 じゃあスタジオの皆さん行きますか。 A がいい人。おお、 1、2、3。 B がいい人C がいい人。おお、はい、C もいます。コメントで A か D って。 D がいい人は1、2、3。誰と D だね。お、 D は、はい、私です。おお、そうなんです、私。でもこれ確かに罪悪感ないかも、うん、なんかその人のために働いてるんだって思えるから、うん、じゃあ行ってくるわってなるわ、うんうん、あー素敵、これすごいいい回答だね。ちょっと褒められるのはちょっと気持ち悪いですね。ちなみに A は、はい、まゆんです。これもいいですけどね。ね、うん、楽しみは取っておこう、うん、B は、 B、 B、 B はネタでしょって言われてる。 B、 B は私。俺もう会社にしよう。マジマジ、いやネタだよ、さすがにネタだよ。そんな本当にさ、こんなこと言わないわよ。 C は、 C、 C は私、私は自分は自分でやることあるから大丈夫だよってことを伝えた。これでもちょっとそっけなくない？じゃあ自分磨きの日にするからさよならみたいな。自分もなんか自分でやること作るからそんな気にしなくていいよみたいな。わかる？マジだな。マジだな。本当にそう。どう？ライブと俺どっちが大事だよ。A は少し罪悪感が出るけど D は笑っていける。あ、まゆんの頭突き、むーちゃんに効果を抜く。 今さ、この B のさあれに笑いすぎてまゆん私に頭突きしてきたの。ごめんね。いや地味に痛かったからね。じゃあこれは D の私ですね。はい、イエーイ、惜しかったな。次ラストだよ。はいはい。彼氏に他に好きな人ができたと言われたら、きます。ドドン。 A、 ちょうど私にも他に好きな人ができたんだと嘘をつく。 B、 てんてんてん、状況把握、そっか、わかった、ありがとう、幸せだった。 C、 今までありがとう。 D、 そうなんだ、てんてんてん、私はまだ好きだよ、これからも好きでいていい。ですね。うーん、みんなどうですか？ B 切ない、 B は即別れる。 C というあれも出てます。 B でも入ったね。 C、 B 入ってますね。うん、 C。 スタジオは？ A の人いない。 B の人、うん、うん、C の人、1、2、3、4、うん、D の人、1、2。待って、推し編するときを考えちゃうっていうリアルな、リアルなね、この会話ではリアルな。消去法で D とか来てますけど、消去法で D、 C だね。おお、いきますよ。 C は、はい、私です。おお、そうですね。ちなみに A はむーちゃん、はい、B はまゆゆん、はい、で D がたかこですね。はい、私です。たかこは別れたくないんだね。そう、まあこれはきっとまだ向こうに好きな人ができたってだけで、私はきっとまだ好きなんだよ。
まあ、みんなそうなんで、いやでも好きな気持ちなんて設定みんなそうだからってみんなそういう設定なんで、いや好きな気持ちはそんな簡単に消えないんじゃないかなということでさ、これはさ別れるの、それとも別れないで、うん、あれなの、別れても自分が好きってこと、そうそうそう、別れても私はまだ好きだからねって、好きでいたいなっていうことですね。一応別れるってことなの、まあそうね、いやストーカーじゃないです、ストーカーはしないよ。でも男の人、女の人ってさ別れようって言ってから考えるらしいの、男の人を態度見て、でも男の人って別れようっていうのはもう1ヶ月ぐらいずっと悩んで考えるから、もうそれ以上の答えがないんだって。元さやとか復縁はもう難しいらしいですよ、脳的に。そうなの、だからもう諦めよみんな、諦めよ、相手に好きな人がいても好きでいるのがアイドルオタ、すごい鏡ですね、すごいですね。そうだろうね、やっぱそうなんだね。でこれ誰が一番いい女かというのがですね、タカコと私だったんですよ、はい、おどうする2人、ね、じゃあじゃんけんだねここは。ちょっと、じゃんけんしようか、じゃあな、ま、勝った人には、勝った人はこちらです、テリー、心は美女テープ雑だなこれが優勝者の称号です、そうそう、心は美女テープ。じゃあ勝ちたくないな、はい、最初はグーじゃんけんぽい、やったーやったー、おめでとう坂子、はい、しかも縦なんだね、左胸、心は美女でーす、はい、これで今日物販いきますよ、はい、イエーイ、はい、はい、以上心の美女バトル恋愛編でした、イエーイ。はい、では続いてポシュットーク、イエーイ。はい、このコーナーでは皆さんから、ブログ、ツイッターや番組の、ホームページ、メールアドレスにいただいた質問にポッシュが答えていくコーナーです。はい、それではいきます。ででん、これは絶対食べた方がいいというおすすめの食べ物を教えて、ということです。何ですかね、ありますか皆さん。私、ウェルタースオリジナルのミルクチョコが美味しいですよ。へえ。すごいも、そう、すっごい持ち歩いてみんなにポイポイよく配ってるんだけど。あとリンツのチョコレート。リンツは間違いないし、リンツは間違いない。イースターが特におすすめ。ウサギのやつめっちゃ美味しいね。リンツのミルクが美味しい。イースターはすごい、特に。そうなんです。他はみんな何かありますか。私は浅いかな。ああ、よく飲んでるね。意外と、ね、そう、食べず嫌いな人もいると思うの、うん、見た目で。でも一回食べてみてほしいです、美味しいから。私はね、あの大戸屋さんのネバネバ丼、爆弾丼って言って、爆弾の、そう、ご飯と納豆とオクラと卵とかマグロの漬けとかがね、そうみたいなのが乗っかってて美味しいの。私はそれがおすすめですね。マユは、マユはふふふんのパンケーキ、おー、カフェふんふんさんのカフェカイラ、あ、言っちゃった、カフェカイラさんのパンケーキめっちゃ美味しいです。美味しいですね。次は、続いていきます。どどん、最近起こったこと。怒ったね、怒った。プンプンの方か。怒ったこと？なんだろうね。なんだろう。怒ったことか。ボタンをつけようとしてたの。ズボンのボタンが、うん、ショーパンのボタンが取れちゃって、うん、今日つけようとしてたら、針がなんかよくわかんない方向に曲がってって親指にブサッとしちゃって、痛いなってなった痛そう、痛いよ、怒る、怒る、あるんだろうね、パッと思いつかないけどね、なんだろう。でも昔すごい怒ったのは、貸した本がすっごい汚くなって返されたあーやだねめっちゃ怒った、めっちゃ怒ったはぁと思って、これで返すの人としてどうなのと思った。言ったの？言わなかった、私自分でこうやって消しゴムで擦ったよね、そこまでのそう、貸すぐらいの本ってすごいおすすめだから貸すから、うん、まあそんな汚くしてほしくなかったなという。なるほどね。なんかある、怒った。そん
私友達が蚊がすごい嫌いだって話してて、うん、でそんなに嫌いなのみたいに言ったら、うん、えだって蚊すりつぶしたやつ顕微鏡で見たことあるって言われてまあそんなにそれ見たらさすがに嫌いになるわなと思ってえどんな感じだったのって聞いたら私見たことないけどって言われてその時はないんかいって怒った。あ面白いね。それ唯一記憶にある。なるほどね。タクコは私はねちょっとこの間扁桃炎になったのね、うん、扁桃炎になって、まあ、薬を飲んでねそれで治ったの扁桃炎が、うん、そしたら全身に湿疹ができちゃって本当にものすごいなんかもうちょうど4日ぐらいオフがあって何にも、うん、あのこっちの予定が入ってない時だったからよかったけどそうじゃなかったらもうポッシュの衣装着られないぐらい全身じんましん湿疹出ちゃってちょっとこれはと思って私、ね、先生におこですか。そう先生まあ怒れなかったんですけどねまあちょっと一人でおこでしたね、はい、そんな感じでございます。いい、ね、もう一個ぐらいで家の前にそれは本当におこだね。家の前にねそれやだねはい、会いに行けなくても気持ちは届いていますか。届いています。届いてるよ。嬉しい。こうやってくれるのコメントとかツイッターとかで絡んでくれるとそうもうただ一方的に見られてるとわからないのでコメントとかくれれば届いています。そうそうそう、こうやってくださればすごい反応くれるとすごい嬉しいです、はい、ね、はい、では以上ポシェットークのコーナーでした。来月のミラクルポッシュは7月10日にありますね。夏間近だからね。そうね、また、うん、でも浴衣は8月かな。あーそうね、浴衣がすごい好評だったのでね、そう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 、今年もやりたいと思ってますので。7月ってなんだろうね。7月水前罰ゲームでやったよね、うん、罰ゲームだよね。むーちゃんだったっけ。やったね、水着か、ね、なんだろう、なんかあるかな。ちょっと考えとこっか。なんか、ね、あのできる範囲の何かありましたらお待ちしています、はい、お待ちしてます。あとポッシュトークの質問もすごい常に募集していますので、そうそうそう、ツイッターやブログにコメントくださるだけでここの間にポンポンって入りますので、はい、読まれるかもしれないね。あ、DMM のエールポチポチ一人を、おお、ありがとうございます。私たち DMM エールドットドットエールさん、ドットエールか、 DMM ドットエールさんというなんかアプリやってまして、うん、Android と iPhone が落とせますので私たちにエールくれると嬉しいなと思います。お願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スイカ割りかき氷一気食い。あ、スイカ割りか。貞子の格好でいいんやない。貞子いいじゃん全員。いやいや、もう誰が誰だか分かんないじゃんねこんなんこんなんなんてさあえての鍋と寒天で我慢大会。あー夏だからね、逆に暑いことをしてね、やばいなそれは。ぜひもう全然ツイッターとかで募集してるので、はい、ください、はい、お待ちしております。はい、以上ミラクルポッシュでした。バイバイ。ありがとう、ありがとう。